20分ぐらい車両で。私はそのルートだと思ってたんですよ。それでそのルートやと思ってたんです、私は。そしたらまさかのカタンコトン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 でした。カタンコトンでした。新幹線とは言ってません、ガタンゴトンです。ガタンゴトン。カタカナのタカさん、シンゴさん、クジマスさん、サンライナーさん、ジャボテンさん、ダイスさん、キヨさん、ギフトありがとう。配信見ました、ありがとうございます。だからさ、私てっきり飛行機に乗れると思って結構ちょっとテンション上がってたんですよ。勝手に飛行機に乗れるだろうなと思って。なんか最近私ね、飛行機の海外、飛行機の海外ドラマって言ったらおかしいけど、なんかそのフライトの事故をきっかけに、なんかこう物語がなんか進んでいくドラマを、海外ドラマを見てて、なんかそれでなんかフライトにちょっと久しなんか飛行機に久しぶりに乗りたいなって思ってたんですよ。そう、それでだからね、ちょっとね、あの飛行機に乗るっていうのがねちょっと楽しみだったんですよね、実は。密かに。なのでもうてっきりね、伊丹空港から新潟空港まで飛行機で行けるものだと思ってました。密かに思ってた。フットムーンさん、レンタルキャットさん、正教室の人間さん、ゼーミーさん、キヨさん、チンチョウギさん、キナカナカボバさん、ユキさん、ギフトありがとう。まあでもそうですね、無事に動いてよかった。無事に、確かに。事故のドラマを見て乗りたくなるのか、乗り物。違う。確かに確かに、飛行機の事故から始まるドラマを見て飛行機に乗りたくなるって、私相当やばい人ですよね。普通乗りたくならんよね。え、なんかそれで乗りたくなったっていうよりかは、あ、飛行機全然乗ってないなって思っただけだから別に。飛行機に乗っててハプニングに遭遇しないかなって思いながら乗ったわけじゃないよ。確かにちょっとやばい人。トールさん、ハルキングさん、むっちゃん、うりんちゃん、ゲットありがとう。明日はついに
最後から2回目のツアーとなります。新潟県、もう新潟にいます。新潟の美味しいものを食べようと、もうこの数週間ずっと考えてましたが、今のところ、まだ食べてなりま食べておりません。はい、明日に期待ですね。そうなんですよ、昨日おせんべいが食べたいって言ってて、せんべい食べたいです。レフトさん、ケイチさん、カラさん、ユウキさん、ジンジンさん、リストありがとう。今日のステージの衣装はパステルカラーのふわふわ衣装でした。明日は差し入れとかの、差し入れとかお弁当とかに期待させていただきます。期待をしております。でも明日のツアーちょっと不安なんよね。配信見ました、ありがとうございます。嬉しい。明日の明日のね新潟ちょっと不安なので、この後復習しておきます。こんばんは。りょうさん、ハートありがとう。セクシーダニエルさんありがとう。ケイチさん、マッシュさん、ハルキングさん、カミロミさん、リフトさん、カラさん、ギフトありがとう。トールさんありがとう。前回だって東京よね。東京終わりからさ、結構空いたけんさ、なんか不安。あとレッスンに出れてないよね。この間の、この間あったんだけど、1週間前ぐらい。だから今日ちょっと復習して明日に備えたいと思います。明日2公演ありますからね。なんかありがたいことに売り切れ、チケット売り切れてるらしく、なので配信でねご覧になられる方はご覧になってください。見れるそうです。ちょっと高いけどジャボテンさん、ハロさん、ケイチさん、エスボーさん、ギフトありがとう。クジマスさん、おみかんさん、ヤンシゲヤキさんありがとう。豊中のひらさんありがとう。ギフト
確かにね、新潟とかめったに行かんけんさ、なんか新潟とかそのエリア、その付近のエリアでさ STU のことを知ってくれてたり応援してくれてる方も中にはいるだろうから、明日は新潟に来れたこと今日よりもなんか嬉しく感じれそうです今日もね十分新潟の良さを、なんかあったかいね本当に、あ気温とかじゃなくてよ、雰囲気があったかく、あったかいからもう今日のこの今の段階で良さを感じてるんだけど、明日はもっとたくさんの方に会えるので、もっと幸せな気持ちで帰れそうですうりんちゃんギフトありがとう、けいじさんタコありがとう、タコタコのタコかありがとう、りょうさん、うりんちゃん、きよさん、ジャボテンさん、ハロさん、ギフトありがとう。お疲れ様、こんばんは。ダースーさん、ニコライさん、ギフトありがとう。近くで見れたよ、ありがとうね。ありがとう。そうなんですよ、あの NGT さんのファンの方もね、みたいな顔を せず歓迎してくださって嬉しかった優しい平和な世界だ。よしぽんさん、ヨッターさん、ギフトありがとう。空飛ぶドラえもんさん、タコちゃんありがとう。明日ってお昼が15時から新潟公演、夜が7時、こんばんは。日本海側の海は夕日が綺麗。そうだよね、私日本海ね一回友達の運転で行ったことあるんだよね、日本海に本当にすっごい遠かった。キーさん、空飛ぶドラえもんさん、ズーミーさん、心の困りごと相談室さん、ギフトありがとう。ダイダイさん、タコちゃんありがとう。汚いかもね、いいけどやっぱ日本海も違った良さがあるよね。なんか私がその車で行った時はね、めっちゃ海が綺麗なところだったんですよ。綺麗なビーチ、ビーチみたいなところ、ビーチじゃないかな春に行った、海には入らなかった、見ただけ。日本海ってこんな綺麗なんやって思った記憶がある。こんばんは。
クネさん、ズーミンさん、ダイダイさん、ガッキーさん、ギフトありがとう。今日は、18時30分までにしたいと思います。6時半までにしとくね。おっとさん、ギフトありがとう。ミック姉さん、ありがとう。新潟にいる間に行きたい場所、どこだろう、どこだろうどこかな。みんなは、あっちゃさん、手紙ありがとう。8時からシティチャンネル、そうだね。 NGT さんとコラボだよ。8時から STU チャンネルであります。私は出ないけど毎回ツアーの前日とかその後とかにはね、 STU チャンネルありますね。ニコ生です。ニコ生で STU チャンネルはあります。ナーズさん、ギフトありがとう。こんばんは。明日の新潟ロッツに行きたいそれは会場に来てくださる方ですねなんか他にさ、なんかあるじゃないですか私も NGT さんの劇場行かせてもらいたいなって思ってたら、なんか着いた時 NGT さんの劇場のなんか外だけ、ビルの外だけちらっと見れましたラーメン屋さんいいね。ラーメン食べたいね。ヘリアンさん、たっけんさん、ギフトありがとう。ではそろそろ30分になりますので、この辺にしておきたいと思います。今30分だけど来てくれてありがとう。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。それではランキングを読むわよ13位、キヨさん。12位、カラさん。11位、ズーミーさん。10位、アッチャさん。9位、アオタカさん。8位、ハロさん。7位、リョウさん。6位、ジャボテンさん。5位、ガントチャートさん。4位、藤正さん。3位、カタカナのタカさん。2位、ウリンちゃん。そして1位はケイチさん。ありがとうございました。
それではね、皆さん見てくれてありがとうございました。バイバイ。